今日そういうテーマだから、そういうテーマだから。というわけで今日はですね、君に出会えてよかったという商品たちを紹介していこうと思います。新しくね、新生活がね、皆さんも始まったかとは思うんですけど、私も新しくいろいろ環境が変わってきたわけです。そんな生活の中でも手放せないなという、生まれてきてくれてありがとう、ハッピーバースデー、そんな気持ちを込めて紹介していきたい。では行ってみよう。一つ目こちら、じゃーん。動画の方でも紹介しているんですけども、こちらね、ドクターショールメディキュットスレンダーマジックというものですね。トータルマイナス5センチというのがね、売りということですけど、マイナス5かどうかはね、測ったことないからまあわからないんですけれども、仕事の時は必ず私このストッキング履いております。動画の撮影案件の時って、まあ、撮影用として保存用で1個、そしてこう使用するために1個とかでいただいたりするんで、まあ2個あることが多いんですけど、まあそうじゃないのもあるんですけどね。こちら、まあ最初に試すということで1足いただいて、で撮影用で1足いただいたんですけど、マジで良くて、本当に良くて、もうこれは本当にもう手放せないです。私今仕事に行く時にこれ以外を履いてくっていうことは、私は今全く考えられないよみたいな、そんぐらい超気に入ってますね。まあ多少は多分ね、むくむこともあるかとは思うんだけど、まあこれ自分のねビデオだから、まあはっきり言えるんですけど、これを履いて仕事をして1日終えて、ああ足むくんでるって思ったことはないかなっていうぐらいマジですごい。でまあ結構ね、履く時も締め付けはきついんだけど、それがすごく気になるっていうほどの締め付けでもないし、あとお腹の部分は引き締めがないから、こう苦しくなってるっていう感じもないから、そういうこうメリハリのあるストッキングでめっちゃ大好きです。でちなみにね、その2足いただいてたのを今履いてたんだけど、もうさらに欲しくなって、洗い替えというかストック用で2個買ったので、今4つですね。でちなみにね、ちょうどいいタイミングだったの、ずーっと履いてたやつがついにね伝染してしまったの。はい、それがこれなんだけど、左足のね、ふくらはぎの部分がなんかね、伝染しちゃったんだよね。なんかヒールを引っ掛けたのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、こんな感じで、こことね、感じですよ。多分ここにヒールをピッとか引っ掛けたのかもしれないね、わかんないけど。でもこう、触ってみてわかるけど、こう結構ビビビビビビっていっちゃうのもあるけど、あんまりそういう感じじゃない。こっち少し広がってるけど、ビーっていうすごい伝染するタイプじゃないよね。やっぱり本当にやっぱ編み方が超しっかりしてるからか、こうスポットで結構穴を開くっていうことはまあ、あるかもしれないんだけど、めちゃくちゃ伝染しにくいっていうのはやっぱ本当だっていうことが実際に使ってみて検証できたよね。どんぐらい使ったんだろう。結構履いて洗濯もしまくって毎日履いてたんだけど、動画公開する前から履いてたけど、それぐらいは持ちましたね。これはマジで超バカ売れらしいですよ。本当にいいもんね。ストッキング本当嫌いだけど、足を綺麗に見せたいとかそういう理由もあるかもだけど、それ以上にむくみ対策として私はね、ぜひ世の中の立ちっぱの仕事してる方々履いていただきたいなと思いました。熱い気持ち愛を込めて、メディキュットスレンダーマジック、君のことが大好き。はい、では2つ目いってみようと思います。2つ目はこちらですね。はい、もう何回出てきたでしょうか。エクストラオーディナリーオイルラクレムラボンクレンジングクリームしっとりのタイプです。これは動画でもやったし、お気に入りでも紹介したし、で購入品で新しい匂いのとかもやったんで、最低3回は動画出てきたんじゃないかなと思うんですよ。でちなみに一番超しっとりのタイプが茶色なんだよね。で真ん中のしっとりタイプがこちらのゴールドのパッケージ、ちなみにこれは詰め替え用ですね。でもう1個がローズなんですよ。で私ローズの香りって別に嫌いではないんだけど、特別好きな匂いでもないっていうのもあったんだけど、だからまあ2種類しかね使ってはないんですけど、あっちじゃなくて私はやっぱりこの一番定番のしっとりのタイプが大好きです。でこれは頭皮もマッサージしながらやることができるし、まあ冬場ちょっと寒いかもしれないっていうのはあるんだけど、スーッとするのよ。でもう1個の超しっとりなやつもちょっとスッとしたんだけど、これよりはねスッとしなかったように感じた。市販のものの中でっていうカテゴリーにはなるけど、一番絶対しっとり仕上がると思うんだよね。まあ髪質違うから何とも言えないんだけど、私は今まで使った市販の中で一番、断然の一番で、まあ確かに1回に使う量は多いんだけど、1本で
シャンプー、コンディショナー、トリートメントの役割を担ってくれるっていうので、できればね、ロレアルさんにちょっとお願いがあって、あの私髪長いんで8プッシュぐらいは使うわけですよ、1回で。とするとね、もう詰め替えのターンの早いこと、このね、2倍サイズぐらいがちょっと出てくれたらいいかななんて思ってますね。1ヶ月足りるよみたいな。多分8プッシュでいくと1ヶ月足んないと思うんだよね。うん、1ヶ月はギリギリ足んないような気がする。まあ本当にいろんなものを使ってきたんですよ。でも本当に買いやすくて、ドラッグストアだったり手に入れやすく、まあお値段も安くはないけど、まあ程よく、そしてこれだけ効果があるって思ったもの、正直今まで思い当たるものはなくて、私はそれぐらい好きなものだなって思ったんですよ。しかも一回ね、こうやってこう流してまたっていう手間がないじゃん。一回でいいから、すごいそこが楽なんだよね。時短だと思う。頭皮にも使えるしね。なので私は本当にこれにはいつも疲れてる。新生活、あなたに助けられてる、愛してる、それだけ。じゃあ3つ目紹介していきます。3つ目のアイテムはですね、こう仕事中ですよ、なかなかメイクを直す機会もないわけですよ。そういう中でこう鏡をね、こう何度も見なくてもいいっていう安心感だったりを与えてくれる、そんな母のような愛で私を包んでくれている、ちょっと噛んじゃった、そんな愛で私を包んでくれている、そんな商品紹介させてください。それがこちらです。じゃん、クラランスフィックスメイクアップアフターメイクアップローションです。はい、こちらね、マリリンに最初紹介されたの。なんかこうメイクのフィックスミストいいものないかなみたいな話をたまたましてって、その時にクラランスのいいですよみたいなことを紹介されたわけだ。クラランスデパコスブランドで、まあこれめちゃくちゃ高いなと思ってたの、もっと。そしたらまあ4,000円、お安くはないけど、この効果があるなら4,000円払うのは全く惜しくはないね、私から言わせてもらえば。そんぐらい超いいスプレータイプなんですけど、霧がめちゃくちゃ細かいんですよ。で、結構スプレーミストタイプってこう粒子がでかくて結構ビシャビシャって感じになっちゃうの多いかもなんだけど、あとその後手でプッシュしてくださいっていうものも結構あると思うんですけど、これはね、クラランスのリバの人に使い方を聞いたんだけど、顔からこんぐらいかな離して7プッシュぐらいする、そしてその後手でプッシュしなくてよくて、そのままで OK っていうタイプのものです。プッシュしなくていいっていうのもいいし、本当にこれを私は仕事に行く前に朝かけていくと、正直リップだけは塗るよ、ご飯食べたりするし、マスクしたりとかすると取れるから、他の部分は一切私マジでメイク直ししないの。パウダーもはたかないし、まあで帰ってくると多少ね、やっぱこのまばたきとかの影響か、目の下のところは少しだけやっぱよれてくるかなっていうのもあるけど、その他のこう鼻周りだったり、あとここら辺がメイクって綺麗だと超綺麗に見えると思うんですけど、そこの部分の崩れがマジでないの。え、何これ、やばくない、髪ってない、どうしたの。もうそんぐらいね、ミストだったりフィックスのミストっていろんなものあるじゃないですか。でもフィックスミストって存在自体はあんまり信じてなかったの。まあ使ったこともあるけど、まあ普通だよねみたいな、まあ顔濡れたよねみたいな、まあ、崩れにくいかって言われたらよくわかんない、まあ乾燥した時に吹きかけて保湿するんじゃんぐらいに思ってたんだけど、これを本当にメイクをフィックスするっていう名前をつけて間違いない水が入ってる。本当にこれはやばい、目に見えて効果がわかる。で、私初めてこれをかけてね、仕事に行った時に、あれみたいな、今日ファンデーション変えたっけって、もうそんぐらい思ったわけ。えみたいな、いや全く同じものでメイクしてるのに前日とこんな崩れ違うってやばくないみたいな。で、次の日をこれをしないで忘れちゃって行ったら、やっぱ崩れたんだよね。マスクしたり外したりしてもこんだけ崩れないって、もうそおかしくないと思って、本当にお母さん大好き。そんな感じぐらいもう本当に大好きなものですね。はいはい、これが私が最近も超激推ししてる、もう愛してやまないものたちですね。まあ一つ一つ言うてみれば、まあ激安ではないよね。まあストッキングだって3足1000円とかのものを買いたいし、そっちの方が安いよって思うし、そんな8プッシュも使ってすぐなくなるんでしょ、別にお安くないじゃんってもちろん思うし、フィックスのミストでしょ、だったら化粧水とかにもっとお金かけたくないってもちろん思うと思うんだけど、この3つはもう本当に
買って損するわけないってぐらい思うぐらい好きなものなので、もちろん髪質も肌質も違うから、まあ私は良かったけどってやっぱ紹介することって結構多いんですけど、これは本当にまあもちろん合わない人もいるかもしれないけどマジでいいよって言うぐらい超好きなアイテム、ぜひ使ってよって本当に言いたい商品たちなので使ってみてください。というわけで今日は私が愛してやまないアイテム3つ紹介していきました。ぜひみんなもそんな声を大にして本当にマジでいいよっていう商品があったら私片っ端から買って試すのでコメント欄書いていってください。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。